令和2年9月28日、阿蘇市一宮町の阿蘇市立一宮中学校で、福祉疑似体験学習が行われました。これは、総合的な学習の時間の中で模様されたもので、阿蘇中央高校社会福祉課の生徒10名が先生役となって、普段学んでいる福祉活動を中学生に指導するというものです。 授業に参加したのは3年生の64名で、車椅子体験、高齢者体験、視聴覚障害体験、妊婦さん体験などのグループに分かれて学習しました。高齢者体験と視聴覚障害体験では、視界を遮ったゴーグルや防音のイヤーマフ、手足に重りをつけ階段の上り下りをし、付き添う生徒は、 声をかけながらの介助を学びました。車椅子体験では、車椅子の押し方、坂道や段差があるところでの操作を学びました。妊婦さん体験では、おもりの入った装具をお腹の前につけ、階段の上り下りで視界が遮られること、また、赤ちゃんの人形を使って抱きかかえ方の指導を受けていました。 生徒たちは体験の後、ノートに体験の内容や気づいたことなどを記していました。妊婦さん体験を学んだ生徒からは、持ってみたら重くて妊婦さんの気持ちがわかりました。母に感謝したいと話していました。